これは俺じゃ通れないね。
開けゴマ。音声データと一致しません。
Yeah.
ずに今の時期の書類があったらめっちゃ痛いだけです。私は誰だと先生メガルマークの研究者なぜ上からだと私は何を言われたんじゃもしれない。なんだ
ハエル、一体どうした？ラクーンシティに拡散するウイルスの封じ込めは不可能と判断しました。10月1日に巡航ミサイルでラクーンシティを爆破します。未感染だと判断する市民は直ちに脱出してください。これは試験放送ではありません。繰り返します。1日しかないじゃないか。まだ生存者がいるんだぞ。政府が気にすると思うか。くそ、奴らが来た。ここにいろ、俺が片付ける。武器を調達しないと。外は敵がじゃじゃいる。奴らの侵入経路を断つ。窓のシャッターを下ろすぞ。どうやってやるんだ。病院のセキュリティシステムに侵入する。それまで持ちこたえてくれ。
Thank you.
楽しみはこれからだ。
それじゃまたぶち壊すか。散々だ。だがとにかく終わった。今から戻る。ワクチンがしっかり効いてる。よかった。どこ行くんだ。やることがある。やることってなんだ。町はもうすぐ爆破される。お前は政府に連絡してくれ。ワクチンを見つけたって時間を稼げ。肝が座ってるな。無事か。いい知らせだ。全て終わった。町は安全だ。どこ？何が起きてるの？市民の皆様、ラクーンシティは数時間後にミサイルにより爆破されます。ミサイルはあらゆる生物、病原体を根絶します。誰一人生き残れません。10月1日避難してください。これは嘘でしょ。そんなに経ってるの？直ちに避難してください。
目覚めたか。助けてくれたのね。いや、俺じゃない、カルロスが助けた。あんたをここまで運んで直した。大したやつだ。彼はどこ。地下施設だ。そこに町を救えるワクチンが備蓄されてる。一人で行くなんて無茶すぎる。私も行くわ。待て、放送を見ただろ。この町は爆破されちまう。俺はそれを阻止するためにあらゆる手を尽くしてる。奴に任せろ、彼はプロなんだ。私もよ。何を言っても聞きそうにないな。アンブレラの地下施設はこの病院の地下にある。彼たちからも連絡が来たから用心するんだぞ。